はい、こんにちは。わさのに遊びチャンネルです。チャンネルご覧いただきありがとうございます。実は私、残土の処分に困っておりまして、こちらの写真にあるようにですね、残土の山が半年以上放置されている状態が続いています。でこの残土っていうのはですね、レンガの道を作ったりとか暗渠排水作った時に出た土なんですけれども、どうして、ね、困っているかというとですね、私が住む地域は市町村の土の引き取りが対象外になっていて、そういう市町村他にも多いと思うんですけれども、それで困ってます。これ聞いた人の中には、まあ家のどっかに捨てておけばいいじゃんとかいうふうに考える人もいると思うんですけども、うちはそこまで敷地が広くないので無理だというところで、じゃあまた土に戻せばいいじゃんっていうふうに考える人もいると思うんですけども、ですね、実は私が住んでいるところの地域の地質はものすごい粘土質で、もう感覚的にはガムみたいな感じになっていて、靴の裏にべったりくっついて全然取れないというようなすごく厄介なものになってます。だから一度掘り起こしたら、その粘土質の土は表面には負けないと、そういうややこしいものになっています。じゃあね、その辺の山に捨てたらいいじゃんとかっていうふうに考える人もいるかもしれないんですけども、残土の不法投棄はですね、処罰を食らう可能性が高くて、やめた方がいいというふうになっています。そこで私、まあいろいろと説明しましたが、今回満を持して残土処分業者に突撃してみました。で、ネットに残土処分の業者の情報は溢れていると思いますけれども、そもそも一般家庭の土を受け入れてくれるのかなとか、もしかしたら殺されて土に埋められるんじゃないかとか、いろんな不安が皆さんあると思います。私は少なくともありました。でね、今回ワッサンは残土処分の過程を最初から記録に残したので、同じように困っている人の一助になればなというふうに思って今回の動画を作りました。では早速最初の工程からいきたいと思います。まずはワッサンネットで調べました。すごくたくさん出てくると思います。で、いろいろと調べてみると、大きく残土処分の業者は2つのパターンに分かれるということが分かってきました。1つ目、すごく親切なウェブサイトなんだけど、やたらと高額ということで、例えば土の袋1袋500円で、運賃ベッド1万円とか言って、まあ、総額2万円以上かかってしまうということもある、まあ、それぐらい高額っていうところで、で、もう一つのパターンが、すんごく質素なウェブサイトで、その代わり全然欲しい情報が載っていなくて不安しかないっていう。この2つのパターンに分かれるということはだんだん分かってきました。で、ワッサンはですね、1は高すぎて断念っていうところで、また土捨てたいだけなので、で、2をメインで調査しました。で、そこで見つけたサイトっていうのが1つありまして、4トンから受け入れっていう文言と、一般の土も受け入れ可能、2つの文言が並んでいる、超絶質素なサイトを見つけました。でね、これ読んだ時にワッサンは、というハテナがいっぱい並んだんですけれども、家庭の土も受け入れ可能っていう文言だけをとりあえず信じてですね、電話をかけました。電話かけました。もしもし、です。残土処分についてお聞きしたいんですけれども、一般家庭の家の庭から出た残土が土の袋10袋ぐらいあるんですけども、その処分とかってやられたりとかします？はい。ああ、なるほど。ちなみに引き取りとかってやってたりします？引き取りの場合は、そちらのトラックが家の前に来てくださって、で、そのトラックの上に土のを詰め込ん で、トラックの上で袋から出すっていう。わかりました。はい、ということで、要約すると、1袋200円ぐらいらしいです。うん。で、それは持ち込んだ時の、まあ、処分費用ということで、まあ、いろいろ法律とかにちゃんと引っかからないような処分方法っていうふうなことをおっしゃっていて、引き取りに来てもらうってことだったら運賃がかかるんでプラス数千円と、で、合計でまあ6、7千円かなっていうふうにおっしゃってたんですけれども、他の業者さんもね、取りに来てもらうとやっぱり6、7千円、まあ距離にもよるらしいんですけども、割と近い距離でそれぐらいっていうふうに言ってたんで、まあ地域にもよりますが一つの参考になると思います。で、ワッサンは、お金がもったいないので持ち込みしてみようと思います。ものは試しですからやってみましょう。ほぐほぐした土が、ここに柔らかい土作るから、お父さんがこの柔らかい土をこの緑色の袋に入れてってほしい。あ、分かった。お願いします。
さあ、行くぞ。本当に無くなったわ。何？ん？この見て、土のうの数、緑の袋の数よ。18な、18。いや、ありがとうございます。本当に鬼ぐらい無残ぐらい。じゃあこれを業者さんに引き取ってもらおう。これから土捨てに行きますが、事前にね、業者さんに出発前に連絡しておきたいと思います。後ろこんな感じね、土のうが見えてます。こんにちは。あ、こんにちは。今からちょっと早いんですけど行こうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、では失礼します。電話はいや、先生もめっちゃ早いんだよ、ぽっちゃん。あ、そうな、うん、やっぱ効率化が求められる世の中ですから。待って、はい、バナナです。はい、わかりました。はい、失礼します。で、行こっか。すげえ。アパちゃんね、登ったら怒られるんちゃうかな。だからこの下の方でちょみちょみやってる分にはいいと思う。じゃあね、場所着きました。捨てさせてもらいたいと思います。よし、あと1個。あー、頑張れー。 ありがとう、ぽっちゃん。だあ、一番重たいやつ。あー、重てどう？何もみたいなって。あ、どうも。はい、終わりました、ちょうど。あ、そうですか。ちょうど最後の一袋が。あ、そうですか。あ、大丈夫です。これよかった、手拭いてください。あ、すみません。ありがとうございます。ね、手ね、汚れてるかもしれない。お手手。お手手。
がとうございます、本当に。お父さんに歌って吹いてもらう。ちょっとね、ぐちゃぐちゃになってる、ね。はい、ってことでね、こんな感じで捨てることができました。こうやって見ると少なく見えるけどね、実際は大変ですね。ぜひ長靴で来てください、長靴で。